はい、はい、お疲れ様です。今日もね、オレントアルカディアやっていくんですけど、今日はですね、なんか、こう見てたら、イラストっていうか、配置は変わんないのか。なんか枠組みとか変わったなと思って、こう見てたわけですよ。で、メールとかも、こういう形でね、3つに分かれたりとか、先方特許、こんなんありましたっけ？だちょっとアップデートしたんですね、これね。で、そういうんで探してたところ、ここの8月11日アップデートっていうのを見つけまして、なんかメンテナンスやってたなと。で、アップデートされたんだなということでしたので、こちらをね、ちょっと見ていきたいと思います。私の仲間になると。で、ならば新機せい能ぜいとコ早ンテ死ンにツしないが、ようにすまあ、る。入ったということで、まあ、コンテンツってさっきのメールみたいなのと、これですね、霊獣召喚イベントっていうのが、どうやら出ると。なんか、あれですよね、夏イベの中で、だ霊から獣召私喚は券みたい自なの分のが、心をも尖らえらせ続けてた。たんで、なん雑か念は生新しいまれない。霊獣が出るとか、出ないとか、まあ、そんな噂も聞いたことあるんで、その辺なのかなと、ですかね。はい。で、この辺の画面の表現、あなたと名前一だっ緒にいたるとき、り、まあ、いろいろ変わっ抑えられそうて、もない。見やすくなりましたよということだと思うんですけど、ちょっとね、わかんないんが、これ、一部の英雄スキルにおける通常攻撃の連携仕様の説明あテなキたスは、トを改善したと。連私携ができる隊通常長を名攻撃乗とりを連決携め、できない通常攻撃をはっきり区別できるよう専門用語を新たにしよう。これちょっと意味わかんなくて、何のこと言ってんすかね。ざっと誰か見に優たんしくで、される通なん常て攻想撃像したことものな連かっ携た。仕様のせ、ちょっとね、こう日本語もよくわかんないんで。で、この次に対象って書いてあるんですけど、これのことを言ってんですかね。呂布機のことを言ってんのかな、これ。私の仲間にで、なる呂布と。機の極伝スキル、呂布機なのらば専せい属ぜい玄早武、死に修し正ない前ようがに悪す夢る。状態の敵が攻撃、すると、敵のよだめの30パーが減少して、減少量が、呂布機に回復すると。これが修正されて、悪夢だ状から態の私敵がは攻撃すると、自呂分布の機は敵心のを尖よらだせめの続け30パーのヒットポイントを回復す雑るよ念とが生まれないいよううに。ふうになったということですね。この呂布機の修正がイコール、この上の通常攻撃の説明テキストの改善ということなんですかね。あなたと一ちょ緒っにいとこるれとがき分だ。かんない。もでう抑えらも、れこそうのもない。呂布機のだけだったら、多分一部の英雄スキルって書かないと思うんで、他の英雄のことも言ってんのかなとも思いつつ、それがどれかっていうのをちょっと、分かりかねてる状況ですね。あなたはで、この呂布機に関しては、実際の私が戦隊闘仕長を名様に乗れる日ま影響ではありません。ロー死カぬラまイで。ズの語弊を修正します。ちょっと意味が分かんない、これね。ただこれを見ると、要は悪夢になってる敵誰かがに優攻しく撃しさたれるまとき、で。はい、しましたって想時像したこに、ともなまあ、く。呂布機がヒットポイント回復しますよっていうのはいいんだけど、その時の敵のよだめが減るっていうのが削除されたっていうことなんですかね、これはね。だけど、この下のところには戦闘仕様に影響はありませんって書い私てのあるんで仲す間けになると。ど、まあ、これが果たなしらてばちょっとせいぜどういいう意味早だ死かにしがなわいかようらにないすとることだ。いう状況ですね。下方を食らったのか、それとも翻訳の問題だったのかだから私がちょっはと不明自です分けのれども、心をまあ凍そういらっせた続ことけになった。てると。あ雑とはバ念グがの生ま修れ正ないがよまあういに。ろいろあったと。ということですね。まあ一番気になるのはこれの、あとはこの通常攻撃の連携仕様、これがね、ちょっと何か知あってなるたと人一緒がいにいたるら教とき、えてほしいんです私けの仲ど、間になる。だか悩ら、みをちょっ聞とかせていただけ前ないにか。自分が挙げたこのゲームで、ゲームじゃない、ホレンシで、通常攻撃にこの人事破壊が入りすぎてたんで、まあ、それかなとか思って気になってみたんですけど、ここは別に変更はされてませんでしたね。あとは、わかんないんですけど、転移？俺のここ目が黒も、いうちは指一本触れざっさせねと見るえ。限りあんま変わってないんじゃない？ちょっとあんまりね、転移のところのここを覚えてないんでわかんないんですけど、通常攻撃に関してちょっとないですよね。あと、大凶っすかね？大凶。あの方はいつになったら私のところに帰ってきてくださるのかしら。
多分変わってない気がするんですけど、どうですかね。いや、ちょっとわかんない。だからこの辺がね、ちょっとわかんないんですけど、両武器のことだけを言っているのか、もし両武器のことだけ言ってるんだったら、一部の英雄スキルって書かない気もするし、ちょっとわかんない。まあちょっとわかんないんで、まあ今回は、何かね知ってる人がいたらぜひ情報を、共有したいなと思いまして、あとこのアップデート多分見ない人がほとんどじゃないかなと思うんですよね。自分は少なくとも毎回見てなかったんで、こういう、ことがね、行われるんですね。まあ、ちょっとそれは知らなかったというか、今後ね注意しながら見ていこうかなというふうに思いました。はい、ということで今回は2日前の、2日前じゃない昨日か昨日のアップデートの内容に関して、ちょっとねご紹介させていただきました。ぜひねコメントそしてチャンネル登録も、していただけると嬉しく思います。それではお疲れ様です。